MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。ポケットで快晴のもとラジコンを楽しんでおります。似たようなオープニングがどこかにあるかもしれませんけれども、あまり気にしないでください。はい、同時にいろんな動画撮っております。で、こちらでですね、紹介しますのはこちら TC01 です。大ミラ E 仕様ですね。あの先日メディオガガさんで、はい、あの高橋店長にいろいろと教わりながら走らせていた状態のままの、はい、TC01 で今日もやってきておりますけれども、今日はね、ぜひともこの試したいのがフロントダイレクトカップリングで、あの以前の、ね、動画で紹介しまして、これを今度試したいなと言いながらまだこれ入れておりません。というのも、ま、ここをちょっと開けて交換しないといけなかったので、近々発売される部品を、まあ、同時に装着しようかなと思って、はい、ここのロッカーアームのこのなんていうんですか、あの軸のところの受けっていうんですかね、あれが発売予定になってたじゃないですか。であれが今日もうすぐ、届くはずなんですでそれを入荷待ちみたいな感じで今日やってきてるんですけども、はい、同時発売 の、 あのステフナーも多分今日届くと思いますので、まあ、ここにステフナーをつけて、ここの中にあの軸入れてみたいなことを今日中にやって、でこのダイレクトカップリングも含めて、走行の感触ですね、どう違うか試してみたいな。これに関しては先日あの今最も何ていうか熱い選手といいますかね、浅野選手、はい、もうそこかしこ出てますよね、浅野さんの名前ね、すごいことになっております。パイセンのところにも出てたんじゃないですかね。このパイセンもどうやらこのフロントダイレクトカップリングに交換しているということで、多分これかなりホットな今アイテムになってるんじゃないかなと思いますんで、はい、あのお買い求めは急いだ方がいいんじゃないかな。もう市場から消えてるかも分かりませんけども、これをまあ試したいというのがあるんですね。はい、まあ、ということで長々喋りましたけれども、今日こんなことで今日も暑いですけどね、楽しんでいきます。すぐ走ってるね。すごい曲がらない。なのにお尻が流れてる。ランボルギーニ、フェラーリだ。フェラーリ、フェラーリですよ。すぐ向こうにね、スーパーカー屋さんがあるんですよ。なのでポケットに来ればランボルギーニやフェラーリ、うえーいらんこと言うてるだか。気散ってる。走りに集中。あれ、なんか後ろがすごい長い。どこって行くねんって。綺麗に着地したということでここでフィニッシュ。
さて結構日が落ちてきましてですね、ちょっと寒くなってきましたので、さすがに防寒の、ウェアですね、身にまとい、まだ終盤楽しんでいきたいと思います。というのも、ついに入荷しましたステフナーですね。ここのなんだロッカーアームのこの受けの部分というのは、まあこれは特に走りにすぐどうのこうのというのはないと思います。ちょっとひとまずね、あっちもこっちもというわけにいかないんで、まずこのステフナーをつけてみました。もう早速、はい、これをつけることによって、このこうひねったとき全然ねじれない。うわ、カチン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 です。ここもともとの絵を取っとけっていう話もあるんですけども、つける前のね、まあ、誰かあげてくれるでしょう。はい、つけることによってここのロールがとにかくしなくなりました。カチンカチンになりました。これでどうなるのか、まあ、よう分かりませんので、まあ、走らしめるのが一番ですよね。早速行ってみましょう。がなんていうのかな、ぎこちなくなったような気がするのは他に要因があるのかな。さっきまでの方がマイルドに車が動いていたような気が、気のせいかな。これ今ビスを全部止めている状態ということもありまして、もう本当にカチカチなんですよね。それが果たしていいのか悪いのかっていうのは分からないんですけども、ちょっとなんかな、タイヤのグリップ感が落ちたような、特に前かな、実際、まあタイヤもこれね、だいぶ溝がもうなくなるぐらい走っちゃってるんで、ちょっとあんまり参考にならないかもわかんかもしんないんですけど、それにしてもそうですね、扱いにくくなっちゃったかもしんない。やっぱし気になるんで、もう一パック最後に残ってるやつで試してみたいと思います。ステフナーなんですけど、もうここ一本だけだから今ステフナー効いてません。ビス一本でもうこれ止まってるっていうだけです。なのでこれひねると、まずはい、ほら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 、わかります、ほらね、ステフナーが効いてなかったらこれだけシャーシがよじれるんですよ。この状態で今ステフナーだからついてはいますけど効いてはいませんので、この状態で走らせてみます。もうタイヤはもうとにかくズルズルですんで、もう本当にグリップ感は落ちてると思います。で当然もう路面もね、だいぶ寒くなってきてますんで、冷えてますんで、はい、それも含めてラスト1本走ってみたいと思います。違いますね、やっぱりステフナーのあるなしって、ああ違うわ。
セフナーをつけた状態で走らせて戻してみると、やっぱりこう握った瞬間に、なんていうかな、こうキビッ、あのステアリングもそうですけど、キビキビっていう感じは逆になくなって、たるーく感じるようにはなったんですけど、ただ突然リアがブレイクするっていう感じじゃなくなったんですよね。だからこうさっきまで同様こう滑らかに動くようになりました。ということはやっぱりステフナーって効果があるんですね。あの良し悪しは別ですよ。もう本当にあのセッティングアイテムですから、ここからねどう使っていくかということなんでしょうけど、あのつけた感想、外した感想としてはやっぱりつけてる方が車キビキビ動きます。キビキビ動きますけど、その分あのグリップ感がちょっと薄くなったんですよね。それをこうどう取るかですよね。ハイグリップ路面で、まあ、そういう効果が得られるのか、まあ、ローグリップ路面でという、まあ、そういった路面の状態も含めてなんですけど、あ、でもちょっとまた滑ってきたかな。うん、いや、やっぱり違いますね。あの今の路面の、ここの路面の状態でいうとない方が扱いやすいです。うん、それはあのこの今の車の状態とか路面の状態とかタイヤの状態とか私の腕前とかトータルの分でと思ってください。よし、押します。